今はあの子がちょっと風こじらせとるから休んでるだけやアホー大したことないわこんで,で <laughs> なんやっていうねいつ帰ってきてたんや最近はちょくちょく戻ってきてるよなんか用があるんやな 直接行こうとしてたんだけどあんたなんかうちに入れとない変わってないなああ変わらんでええわそれじゃああの子を連れて戻ってもいいんだね安心したようちはこのまんまでええ言うたんや美鈴と二人での生活がええんや一1人に戻るのは嫌かい邪魔なうちは預けて思い出したら引き取りに来れる 家はそんな便利な家か本当に感謝してるんだよでもねあの子は僕の子なんだ僕とく子のもう承諾得たやろミスズはうちの子にする僕の留守中に無理やり得た承諾だ無理やりやない家の前に1週間以上も居座られてそのままじゃあなたが倒れると思ったからその場しのぎで親が承諾したんだ あのな、みすず。何お母さん橘の家帰りたいかううんここにいるよずっとでもなあっちがみすずの本間の家や本間の家族があって本間の暮らしがある血がつながってるかどうかなんて関係ないよ私が一番痛いのはこの場所 だからここが私の家そしてずっとそばにいてくれる人が家族。 ミスズ苦しいんかどっか痛いんかミスズお母さんそやお母さんやでうちの前で感ん起こしたことなんて今までなかったやんかこれ感んじゃないすごく痛いの痛いどこが足か胸か背中 のは多分翼だからアホーこんな時に冗談言うやつおるかんいやごめんなさい大丈夫やうちがついとるあのねあのねなんやどないしたんやあのねばあさんあ<っ>よく聞いて何がやもしね朝起きて もしも、私が変わってしまっても、私は、覚えてるから。何言うてるお母さんの笑顔、覚えてるから。私の中では、ずっとお母さんは笑顔。それ、覚えてるから。大丈夫だよ。何言うてるか分からへん。 うちの笑顔なんて何ぼでも見せたる。せやから元気になってや、ミスズ。もっと母親らしいうち見てや。もっと。